安室隆、34歳、東京都出身。このバスケットで俺は飯食ってるわけでもないし、普通に仕事をしてるんですけど、やっぱり、生きてるなっていうか、本当に生きてる実感がすごい湧くんですよね。ね、ドリブルいっぱいつけるわけじゃねえし、シュートも遠く入んないから、まあ本当に体をぶつけて相手吹っ飛ばしてゴールの下に近づいてってシュートを決めることかな。俺は本当にバスケット始めてもう34だから、13歳の時始めて今34だから21年経つんですけど、本当に俺はこのプレーしかしてないんですよね。もう21年間のこの積み重ねあるんで、ちょっとこれは軽々しいもんじゃねえぞ俺は思ってるんで。まず本当にアメリカ行って世界のやつら相手に自分のプレーをしたいな。日本人は本当にスキルはあっても体格パワーはねえってかもしれないけど、こういうふうに体格武器にした人間もいるんだぞっていうのをアピールしたいです。俺のその自分が一番得意なプレーがどこまで通用するのかなっていうのを試したいです。で、吹っ飛ばしたら最高。本当に究極の夢はNBA で最強って言われるドワイト・ハワードとワンオンワンしたいです。同じこのルールで世界最強の男と戦うことが本当の夢です。パワーだけだったら俺は絶対誰にも負けない。